さあどうするロッバンタム。さあ腕を取りました、ツイストします。さあスタン・ハンセンだ、さあハンセンだ。再来週放送日本武道館大会、あとロッバンタムをそこのけそこのけ、俺が戦うぞというばかりだ。再来週日本武道館大会、河原対このスタン・ハンセンの一騎打ちがあります。さあニュートラルコーナーに押し込んだ、フライングメイヤー投げ捨てた、そして足蹴りするでいい体スリーパーホールド、右膝そして左膝、両の足のニーパッドの色が違います。スタンハンセン、さあ早くもがむしゃらファイトに出ております。昨年のベストバウトにも選ばれました。92年の6月5日日本武道館大会、あの時と同じものスタンハンセン対河原俊明の一騎打ちが再来週放送日本武道館大会で実現いたします。昨年のベストバウト、それ以上の戦いが予想されるところです。さあそして再びロブバンタムにつなぎました。キックを持ち込みます。馬場さん、この裸足で蹴るキックとシューズを履いたキックというのはどのように違うんでしょうかね。さあそこのところは僕もよく分かりませんけどね、つま先で蹴るや靴履いてた方が得だと思うんですよね。そうでしょうね。まあ、そのあたり相手の体を的確に、まあ、靴を履く履かんは本人が動きやすい、はい、動きにくいの問題じゃないかと思いますかね。なるほど。さあ靴を履いている川田がキック、そして小橋につなげました。おっと早くも目が座っております。何を思うか小橋健太抱え上げた。さあプレイマスター十分な対空時間で打ち込みました。カバーします。カウントは2。初来日のロブ・バンダムでありますが、思えばこのシリーズ来日しておりますあのパトリオット、昨年の5月に初来日いたしまして、あれよあれよという間に、まあ、外国人レスラーのトップグループの域に入っております。まあ、そういった意味ではそのパトリオットの後に続けとこのロブ・バンダム初来日、日本ファンにアピールしたいところです。ピンキック、顎の先端にヒット、ほとんど今のは高戸蹴り、おっと顔が見れるうちに青ざめてまいりました。ロブバンダムであります。60分一本勝負のメインイベント、今5分を経過してロブバンダムが一瞬にしてダウンいたしました。さあ調子大軍ペースと申し上げていいでしょう。小橋健太が出ております。両の足を取った、そして体を裏返して逆エビ固めでありましょうか。思えばこの小橋健太のデビューが88年のこのエキサイトシリーズ2月26日のことでありました。その時15分日本勝負のデビュー戦、その対戦相手は今は亡きあの大熊大選手でありました。勝負タイムわずかに4分48秒でありました。あれから丸5年を迎えまして、今や押しも押されぬメインエベンターであります小橋健太。その小橋健太の相手にするは初来日のロッバンタムだ。さあロッバンタムサードロープに手を伸ばそうとしている、拳を作っております。さあスタンハンセンが入る。さあまだスタンハンセンは一度しかこのリングの中には身を置いていません。さあ川戸がやってまいりました。ブレインバスターです。カウントは2。さあ不十分な体勢ではありますが、首四の字固め、それを取りながらもスタンハンセンを終始意識しております川田です。先シリーズ世界タッグのベルトを失いました。現在無冠、無冠であるだけに何も失うものはないプロレス非行青年であります。こちらがスタンハンセン、そしてこちら技をかけているのが川田俊明です。さあ今外されました。上になったロッバンタム、ややヘアスタイルが乱れてまいりました。腕を取ります。随分と甘いマスクのこのロブバンタム、女性ファンも急増することでありましょう。腕を取っておりますロッバンタム。さあ自分に虹がある。さあハンセンつなぐか。さあスタンハンセンだ。河原と若いマミエルは今日2回目。さあ足蹴だ、キックだ、膝裏だ、蹴る蹴る蹴る、エルボーだ、スタンハンセンエルボーだ、2位を突き上げた。ブレインバスターか、低空だ、投げ捨てました。
いやー、馬場さん、このスタンハンセンのこの開幕戦、序盤戦ご覧になっていかがでしょう。いや、いつもの通りですよ。いつもの通り。さあ、打ち込む打ち込む。小橋健太、柑橘系の汗でそのボディが光っております。パチ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 ペチペチやって、それでフレイングメイヤーデイからのエルボー。さあ川田が、いやエプロンサイドです。さあ場外にほっぽり投げました。そして場外で6番タム、さあスタンハンセンがリングの中から小橋をつかみ、そして中に持ち込もうというのか、トップロープを利用して異常なる攻撃を見せております。逆水平チョップ打ち込みます。さあこの小橋健太は再来週放送日本武道館大会においてはダニースパイビーとの一騎打ちを迎えます。さあブリザーホールタイルドライバー脳天クイズ打ちであります。さあロブバンタムにつなげました。両の手を落とします。ボディスラムだ。さあ走るぞバンタム、一回転してボディープレスです。非常にトリッキーな技を持ち込みます。身軽な男です。場内が沸いております。小田さん、このそういった面は随分と見せるということも心得たレスラーですね。そうですね、随分身が軽いですよね。はい、カンフーソルジャーの異名を取っておりますこのロブ・バンダムです。さあ10分を経過いたしまして、やや外国人チームのペースとなってまいりました。さあ打ち込むぞ打ち込むぞ。さあ顔面でありましょうか、ブラインドサイドついて、さあ打ち込んでおります。頭に打っておりますスタンハンセン。女性ファンの悲鳴が、そしてちびっこファンの声援がこの超満員2100人後楽園ホールこだましております。エルボーです。肘を落としていきます。顔面でしょうか。さあロープを利用しております。これはアデルは川田敏明にこれ見逃しの攻撃と見てもいいでしょう。さあ6番タムがニュートラルコーナーだ。さあ空中殺法出すぞ。さあ何を出すか、トップロープだ。おお、片足でのミサイルキックです。そして爆中してのボディープレス。いやいや馬場さんどうですか。そうですね、まあ動きは派手ですけども、はい、やっぱり体重が軽いだけにダメージはあまりないようですね。そうですね。さあ6番タム2度目の空中殺法だぞ。お客さんにアピールした、何かを確信した。さあ何をどうしてこうする。あー、かわされてしまいました。空中1回転してのボディープレス、これは自滅インコンプリートであります。さあ川田敏明だ、説得力のある技はこう出したと言わんばかりに川田が走る。ラリアット、ラリアット、大の字6番タム、体が引きついております。カバーした、カウント8。軽量級の悲しさか、ボディスラム一戦、そしてセカンドロープだ。膝を落としました、背骨のあたりに落としました。これは驚いた。さあそしてストレッチプラス、キャンバスど真ん中だぞ。さあハンセンが入る、それを小橋が制する。さあキャンバスど真ん中だ。さあ再来週放送日本武道館大会に向けて、さあこのスタンハンセンに、お、あ、ハンセンが椅子を取る。ハンセンのお客さんもどかして椅子を取ろうとしております。鬼に絡もう、そしてハンセンに椅子だ、ハンセンに椅子だ、ハンセンが椅子を、あ、椅子を持ち込んだ。なんという動画、小橋が制する。いや小橋も椅子で取られた。さあ川田気をつけろ、川田気をつけろ。スタンハンセンは再び椅子を取りました。川田危ない、川田頭をブロックしろ、頭をブロックしろ。さあ逆に取り返した川田、行け川田、行け。本来ならば反則プレーでありますが、場内は全員川田の声援を送っております。いや一瞬冷えてしまいました。何はともあれ、何はともあれ、開
開幕戦に白星発進したいという思いがこのロンバンタのストレッチプラグにかけております。さあ場外でスタン・ハンセンが動いている間にストレッチプラグでこのロンバンタからギブアップを奪おうというところでありますが、さあ初来日ロンバンタ、おっとこれはまだギブアップを奪えておりません。離しました。そして川田すぐさまスタン・ハンセンリングの中に持ってきて、スタン・ハンセンに攻撃の手を緩めません。さあ顔面蹴り蹴り顔面蹴り蹴り、さあ神戸を垂れているスタン・ハンセンに走ってキックだ。さあ場外だ、今だ、チャンスだ。さあ何をどうする。さあパワーボムか、脳天垂直落下、バトラーすこぶる突きのパワーボムだ。カウント3、カウント3、勝負終わった。そしてスタン・ハンセンの足蹴りしました。いやー、ママさんいかがでしたか。そうですね、川田ハンセン、もう武道館の試合を意識しているのが丸見えでですね、まあ、最後のその椅子、ハンセンの椅子攻撃、この椅子なんかなかった方がもっとそのスピードとね、川田が椅子を取り上げた時には使わずに放ってほしかったですね、外でね。なるほど。